2年生人文アドバンスコースのイーハルドです。僕がこのコースを志望した理由は自分の将来の夢につながると考えたからです。僕の将来の夢は国語の教員になることで、このコースでより深い知識を学び将来につながると考えたのでこのコースを選択しました。このコースでは勉強に意欲的な生徒が多く、自分も負けていられないぞという気持ちから勉強を集中して取り組むようになりました。特に予習や復習を欠かさず行うようになりました。2年生理数アドバンストコースの柏木優生です。僕が理数アドバンストコースを志望した理由は、理系科目は解いてて解きがいがあり、またアドバンストコースではより発展的な内容に取り組めると考えたからです。アドバンストコースにはより勉強熱心な人が集まっており、互いに教え合い、それぞれの能力を成長させることができる場だと僕は考えています。また勉強だけでなく学校行事にもメリハリを持って真剣に取り組める、そんな環境がアドバンストコースだと僕は考えています。1年生の甲斐幸乃です。私が布施高校に来た理由は、オープンスクールに来て校舎で迷ってしまった時に先輩が優しく道案内をしてくれて、とても雰囲気のいい学校だなと思ったからです。布施高校に入ってみて、授業でわからなかったことを休み時間に聞くと丁寧に教えてくれる先生が多くて助かっています。週に3回朝の小テストがあるので勉強のやる気が出ます。受験生の皆さんへ、今は大変かもしれないけど、受験が終わったら楽しい高校生活が待ってるので、体調管理をしっかりして頑張ってください。